F1 第5戦の中国グランプリは4月21日に決勝が行われ、ビザキャッシュアップ、RB、イカ RB の角田祐樹は今季初のリタイアを喫した。動画、角田祐樹がマグヌッセンと接触、そして無念のリタイアに。初日の最初のセッションからグリップとペースの不足に苦しみ、予選はスプリント予選同様に19番手に沈んだ角田だったが、スタートで順位を上げ、 さらにセーフティーカー導入からのレース再開後には13番手まで上がったが、26周目にケビン・マグヌッセン、ハースの接触を受けてスピン、リアタイヤがパンクしたことで、車を止めることを余儀なくされた。失意のレース後、自身の SNS に巻き返しをしていたところ後続車に接触されリタイヤとなりました。またマイアミで強く戻ってきます。原文、と投稿した角田は、 またチームの公式サイトを通して以下のように声明を発している。今日の結果は残念で悔しいです。マグヌッセンとの接触まではレースの流れに満足していました。セーフティーカーの後、良い再スタートで5つも順位を上げられていたので、できることを最大限に生かせたと感じていますが、ペース自体は望んだほど改善されませんでした。他の車よりも滑りやすく、チームは一生懸命。 解決に取り組んでサポートしてくれましたが、全体的に今週は本来の強さを示せず、それが残念でした。ファエンツァに戻って原因を調査し、次戦のマイアミには強くなって戻ってこられるでしょう。良いペースを見せていたダニエル、リカルドもリタイアしてしまったのは残念であり、チームとして2台とも完走できず、ポイントを獲得できなかったことが悔しいです。またレーース後のインタビューでは マグヌッセンとの接触について、はっきりしているのは彼が僕のタイヤに触れてスピンさせたということです。僕にできることは何もありませんでした。スペースも十分に空けていました。途中までうまくいっていたので、これでレースが終わってしまったのは悔しいです。と、完全にもらい事故であると強調した、フランスのモータースポーツ専門サイト、ネクストジェンオートより、